MGO 空間によるさまざまな性能的バリアレイヤーの急激な発達。大気海洋総合再研究分野の手法です。先ほどまで大気観測側 のプレイ YMC の成果がありましたけれども、プレイ YMC の中でも、まあ、最大のイベントとしてですね、まあ、非常に顕著な MGO の成果が捉えられたということがあるんですけれども、これは大気側としてもものすごい大きな、この観測データが得られたということは大きいと思うんですが、まあ、僕はですね、この乗船の時にターボマップに海洋表層の乱流の観測のオペレーションに携わっていたんですけども、この MGO のようなものが通過した時にですね、まあ、海洋表層がどのように変化するかということを、まあ、相互作用の研究の中でも、まあ、非常にキーになるところだと思うんですけども、その時に、まあ、バリアレイヤーという、キーワードに注目して、まあ、それが急激に発達したことを説明したいということですね。で、このバリアレイヤーの急激な発達っていう、まあ、抽象的な言葉を言ってますけど、具体的にはですね、まあ、その層圧というのが、まあ、ある敷地ちゃんあれるんですけども、まあ、たった1日で5メートルだったものが60メートルになったと。でこれを急激と言っていて、で、まあ、海洋側からすると5日でも、まあ、かなり短い時間スケールだと思うんですけども、最大で85メートルまで発達したというものです。で、過去の論文をいろいろ調べてましたけども、統計的なものもいろいろ含めて、まあ、85メートルというのは非常に、分厚いバリアレイヤーの層圧であるということが言えるようでして、で、まあ、急発達という、まあ、時間スケールで見ると、まあ、この、今回のプレイ YMC の定点観測のようにですね、時間頻度が非常に高い観測というのが、まあ、ほとんどないので、まあ、このような急激な発達というのはほとんど捉えられることがないと。で、ちょっと時系列を最初に示します。でこれは縦軸が深さで、定点観測11月23日から12月17日までのいろんな、まあ、線で示しているんですけども、まずですね、この黒い線で書いているのが混合層の厚さです。で大体、MGO がこの最後に通過するんですけども、まあ、この時に最大50メートルぐらいまで深くなる。で、等温層というものを 0.2 度の敷地で定義するとですね、まあ、こうやって期間中何度か変動してるんですけども、40メートルそこそこまでは何度か行ってるんですが、まあ、MGO が来た時だけ100メートルまで一気に行くという変化が起こってます。でバリアレイヤーというものはですね、この混合層の厚さと等温層の厚さにズレが、まあ、普段はほとんど変わらないんですけども、それにズレが生じてしまった時に、まあ、その差分として出てくるもので、これが赤線で書いてあるんですね。で、まあ、大気上乱はいくつか期間中、通過してですね、この破線がですね、まあ、風速、地表風の風速を測ってるんですけども、まあ、6メートルになったり5メートルになったりということが何度かあるんですけども、まあ、そういうピークに対して何度か25メートルぐらい出てるんですけども、まあ、MGO が最後に通過した時にですね、まあ、西風バーストというのが吹くんですけども、まあ、9メートル、8メートルとかっていう2回ピークがありまして、で1回目でまず60メートルにバンと上がる。でその2回目のピークの時に、まあ、最大85メートルまで発達するということが、ね、まあ、非常に顕著なバリアレイヤーの発達というものが捉えられた。で、まあ、データを見る前にですね、先に僕 の, まあ、解析した結果の結論だけまとめておくと、まず MGO という、まあ、大気の現象がですね、まあ、大体5メートルぐらいで、透視する現象なんですけども、まあ、この大気表層による炎色混合を海の中に起こすということがまず一つの要因と、もう一つはですね、海洋内部の変動としてですね、海洋ケルビン波が観測されたところにちょうど到達する層だったと。でこれは1メートルぐらいのゆっくりとした、さらにゆっくりとした透視速度なんですけども、それで、水溶約層全体が進行していくという効果、まあ、この2つの位相がですね、完全に一致していたということを組み合わせると、こういう急激な発達というのも説明可能であるということが、まあ、今日言いたい結論です。で、まあ、そこに、到達するまでにですね、まあ、一番最初にちょっと基本的なことから見ていきたいんですけど、水温の、まあ、プロファイルと塩分のプロファイルというのを考えるとですね、普通よく混合されていれば、まあ、こんな感じになるはずです。で、糖密度というものを考えても、糖温度というものを考えてもほとんど同じ深さになるはずなんですけども、例えばスマトラの沖合のように、先ほど
られてましたけども、多量の香水があるとですね、当然塩分が薄まってしまうと。そうするとですね、塩分の清掃ができるので、密度が変わってしまって、まあ、糖密度と言えるのはここだけ。だけど温度はもうちょっと深いところまで糖温層と言えるので、まあ、この差ができてしまいます。これがバリアレイヤーですよ。そうするとこのバリアの間ではですね、夏のやり取りも運動量のやり取りもなかなかしにくくなるので、まあ、そういうバリアが働く。ところがですね、そのバリアが働いてしまうと、この混合層の薄い中だけにどんどん熱射が入ってくるので、今度水温がバンとなってしまうと。で、どの状態のところに大気構成が働くかということで全然話が違ってくるということなんですけども、まあ、今回の場合ですね、どこに働いたかというと、この状態から MGO が来たということなんですね。で、これどこからスタートして、どこの状態のところに MGO が来るかで体育館予想されるというのを考えるときには、出発が違うと話が、その次の話は全く違ってしまうということが見えます。で、まあ、観測サイトなんですけども、何度か紹介があって、まあ、こういうスマートラの沖合ですね。で、ここは海底地形を見ます と、150キロほど沖合のところに海嶺構造があってですね、側線の観測をこの外洋から一回やってるんですけども、この内海と海嶺と外洋で全く環境が違う。で、この内海の観測をするということに、まあ、非常に今回大きな特徴があったんですけども、まあ、海底構造の断面を見てみるとですね、まあ、こんぐらい違うわけですね。で、側線ではですね、外側100キロぐらい外洋の CTD を取って、80キロぐらい海嶺の上を取って、80キロぐらい内海の上を取って、まあ、最後ここで定点観測したということなんですけど、前提としてですね、これは LADCP で測った水深110メートルまでの、ですね、こちらが外洋側ですね。でこちら側が一番内海側なんですけども、流速です。海洋の流速で、外洋側は非常に速い流速、80cmpsそれぐらいのが結構あるんですけども、内側に内海に入ってくると、まあ、もう 20cm 切ってしまう。つまり、まあ、ほとんど海がですね、1日でもう 10km も動かない、 10km、20km しか動かない。ほとんど水平移動の効果を考えるという環境下でどうやってバリアレイヤーを作るかという問題設定になる。で、先ほどの、まあ、バリアレイヤーの定義自体はですね、ただの糖温層と糖密度層の差ということだけなんですけど、どうやって作るかということを方程式的に考えると、まあ、概要ではよく言われるのは水平流ですとか、まあ、傾斜の方を考えるんですけども、まあ、今回はですね、この U に関わることが非常に小さいので、まあ、これがほとんど効かない。で、伸縮、まあ、もともと延直の清掃があったのを引き伸ばすか、あるいは、まあ大気側からいろいろインパクト、乱流を起こしてですね、でそれをさらに雨が降って塩分を低くしたものを下に持つというようなことをやらないとなかなか果たしない。で、まあ、MGO 自体はですね、まあ、12月13日、まあ、こんな感じで来てるんですけども、まあ、水温、この辺までは大気観測をやってるとみんな大体チェックするんですけども、まあ、非常に水温の高い領域が、まあ、こういうところに分布していると。で、まあ、常に雨が多い領域なので、まあ、塩分自体も確かに低いと、まあ、33PSU を、まあ、例えば、海洋100の回数ですけども、まあ、この辺一体みんな切ってる、常に切ってる。でただこの内海でどうだったかということ自体はですね、まあ、時系列でちゃんと観測されたということが、まあ、ほとんどないので、で、まあ、こういった急激な変化というのもほとんど捉えることがない。でこれは、110メートルまでの深さの水温ですけども、29度の東温線がこの青いコンタクトで書いてあって、まあ、水温約束自体は期間中ずっと単調に下がっていくと。でこれは大気が上でどういうことが起こっているとあんまり関係なくてですね、ひたすら単調に下がっていく。で、この破線が示しているのが糖密度の定義です。で、リファレンスは10メートル の値を使ってますけども、そうした時にほとんどそこにへばりついてしまっているんですが、まあ、MGO が来た後にちょっと40メートルぐらいまでいく。で、糖温層を、まあ、10メートルリファレンスで 0.2 度の温度差でやると、まあ、何度か大気の上乱に対して反応するんですけども、まあ、ほとんど30メートルそこそこで、で最後に MGO が来た時だけガーッと下がって、でこれが12月13日の1日で一気に起こるんです。
で、どういう状況からスタートしたかによって話が全然違うということを言ったと思うんですけども、どういう状況だったかというとですね、演武を見たときにですね、この青色になるところがですね、32パーミル前後ですね。で、非常に表層にですね、この領域は下流の構成が常に残っているので、こういったものがずっとある。それをまずかき混ぜるとですね、塩分の成層を壊すのに非常にが先に起こって、で、乱入エネルギーの観測で見ると、まず それを壊すのにまず一生懸命やらなきゃいけない。で、そうすると、糖の層だけはまず先にこう行くんですけども、塩分成層がなかなか壊れずに残ってしまうので、密度成層がなかなかあと1日2日ぐらいついてこないんです。そういうことによってバリアレイヤーというものがどんどんできている。で、炎直混合であるということの指標としてですね、これ力学量じゃなくて蛍光度、植物プランクトンの量みたいなものでですね、この普通は薬草のところにとどまっているんですけども、こう炎直にですね、混ざったような見方が出てくる。で、水溶薬草がどんどん、継続的に下がっていくところに対してですね、海洋内部の変動であるということは想像つくんですけども、実際にですね、SLA ですね、海面高度で、高い偏差のところを見てみるとですね、東側、中央インド洋の方からちょうど観測サイトのところにはですね、観測後半のところに高偏差がやってくるということが非常にフェーズが一致して見られていて、海洋客観解析で見る限りはですね、それはちゃんと沈降場にも対応しているということが分かりました。ということで、今回観測されたものというのは、まず NGO による競争低塩分を炎色混合するという効果と、カイオケルビン波によって水温薬素自体がどんどん下がっていくという、これは方程式的に言うと、低塩分の生存の伸長を意味するわけですけども、この2つの効果が大事だったんじゃないかということで、この結論を得ることができました。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。コメントとございますでしょうか。海洋ケルビン波が一つの要因だという話ですけど、いつ頃発生、いつ頃どこで発生したか、それからその発生要因は何だったのかというのをちょっと分かってる範囲で。時期的、このホフメラはですね、10月1日から12月末までのホフメラで、観測期間がここですね。で、このコンターで示したのをちょっと説明しなかったんですけども、これ西風の風速の強いところを出しています。で、SLA の正偏差というのは、大体西風の強まっているところに大体一致すると思うので、インド洋西部の大気強制ではないかというふうに、簡単には考えられるんで。第1波がどうも 10月の半ばのちょっと後半ぐらいで一発来てそうです、はいはいはい、それは MGO とは関係してない、MGO 自体はまだここでは発生はしてないんですね。ただ西風自体がこの西インド側で、ちょこちょこ強くなるというのは MGO 発生がなくても起こることなの で MGO になるかなというのがこの2波目なんですけども、これもなりかけて死んでしまうという MGO がいて、で最後のこの強い西風の時に本格的な MGO になったということです、はいはい、この3波が重なったことが大事かもしれないし、はい、この1波だけで単発できたのかもわからないです、はい、ありがとうございます。他に何かございますでしょうか。沿岸の場合、多分今お話になった真上から降る場合の他に川を通して降ってくる場合があると思うんですが、多分その、雨の量が、一般には海岸の方、海側の方が多いと思うんですけど、海側が多かった時と陸側が多かった時と分けると、なんかまた新しい結果が出てくるってことじゃないですか。はい、塩分自体はですね、水平分布を今回観測では得られないんですけども、海洋客観解析で見る限りはですね、すぐ近くの沿岸の川から来ているというよりは、海岸線沿いに常にずっと低塩分という状態 でしかもさらにです、ね、もっと行くとベンガル側が一番低塩分なんですね。なの でそれがだんだん季節進行として降りてくると、南下してくるという1ヶ月スケールぐらいの変動があります。でそれが、12月
にピークに達しているというあの環境下の要因というのは考えられます。他に何かございますでしょうか。まあ、これ今1点の約束なんですけれども、はいはい、まあ、当然まあ今回、まあ、僕の方は分からないとはいえ、まあ、もっと今でいくともっともっといろんなところとインタラクトしそうな気がするんですけど、はい、関係者とどれぐらいを考えればいいですか。最初の、まあ、前提条件としたかったのはですね、やっぱり内海160キロぐらいですね、まあ、海嶺が150キロ沖合ぐらいに海岸線からあるんですけども、まあ、この内側は、まあ、あの流速が、まあ、小さいという条件は、まあ、かなり限定されるので、でこの沖合に行くとですね、まあ、流速の関係から水平流行が関わってくるので、そのバリアエリアの、形成ということに関して、でそうすると、まあ、同じようには語れなくなるとは思います。このメカニズム自体は同じという。そうですね、あのこのメカニズムにプラスして水平流行がさらに加わってくるという感じです。はい、わかりました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。講演は、現